死刑より刑案3年塗る10月7日は、日田鉱山藩の第三代藩主。茂頼は、幼少期から徳川家康に辞し、慶長18年に長戸守に任ぜられている。大阪の寺には、父の荷重の軍中ではなく、家康の傍らで従軍。荷重が動戦の直後の6月に休止し、家康の命により7月に後を継いだ。 大阪の陣の最中に拝着されたとはいえ、長兄の茂地下が、また、茂頼と同じく将軍、徳川秀忠に近似していた時系の茂次が存命であったが、茂頼が後継とされた。これについては後述する。祖父と父の築き上げてきた鉱山の反省に力を注ぎ、新田開発や銀山の開発など、地元では名君とされる。 元奈元年の一国一条例を受け、古川の増島城、萩原の萩原諏訪城を廃して、旅館と称する陣屋とし、藩主の通行の際などに利用した。また、自らの修法に際して、父家中の遺品の茶壺の名品、雲山片月を、将軍秀忠に献上しているが、同三年に、天下の名物であるから直に秘蔵するようにとして、返された。元奈五年には、 出雲守るに任せられた。1640年頃からの全国的な基金官営の大基金の際には、前述の、雲山片月を、単語国宮津藩主、京国高広に、金3000両で売却し、藩主、農民の救済に充てた逸話も伝わっている。将軍三代や、日光東将軍参拝などには常に、これに従い、 松平忠輝や加藤光弘など取り潰しになった大名の身柄を預かるなどしていることから幕府内での信頼も高かったようである。神殿開発、鉱山開発などの反省に急しんだとされる。金森家大々と同じく茶の湯にいで和歌、レンガも足しなんだ風流人でもあった。寛永の頃に領内に作刀の窯を開かせている。 慶安三年うるう十月七日、江戸の判定にて55歳で死去し、後を頼り直が継いだ。死後、家臣四名が巡視を行った。長兄と父親の父は、長兄と徳川家の父は、長兄時刑の実母と家重の愛称であった、重頼母の確執、など諸説あるが、なぜ三男が相続となったかは定かではない。重頼が家康と婚であったから、とするなら、 秀忠ただに禁じしていた時計でも問題はない。しげよりは、実は、伊藤治名の子である、とする記載が、段下府、金森下府にある。この通りとするならば、血統が、半祖の金森長近に戻ったことになる。伊藤春秋は、竹に養子に出されているが、半祖の長金の実施である。一方の二代目の果樹は、竹から養子に来た人物であり、長金とは、血縁がない。 すなわち果汁のコラも皆、長金との血縁はない。ともあれ果汁の休止と、その直前の長径の拝着、次男をも無視することにより、長金伊藤治名茂よりという形で、血統が戻ったことになる。四、男以下の男子はそれぞれ幕府旗元として取り立てられている。休止した果汁の死因は明らかになっていない。豊臣秀吉親族の恋出氏と、 数代にわたって、婚姻関係がある。小出秀政の正妻は、豊臣秀吉の母の大満所の妹であり、その子である、小出義政の室は、伊藤治名の娘、つまり重寄りの姉妹ということになる。吉政の二人の子供はそれぞれ田島国伊豆市藩主家と丹波国園部藩主家になった。秀政の側室での四男で、泉国東旗藩主の小出光政の皇室は、 金森家獣の娘、その子で二大藩主の小出雄宗の皇室は、重よりの娘である。8都後に、新州大谷畑山別院、寺志レンジ15世を次千心と称する。過六三百票の旗本となったが後に、断絶している。過六三百票の旗本となった。三千国の旗本となったが18歳で没死し、なく断絶した。ありがとうございます。